これ借りてくるとき幸運機裸で乗せて僕の可愛い愛車が傷だらけになっちゃいましたということで返すときは段ボールを引いて返します。こんにちは、プランツマンです。今日は、実際に種をまいていこうと思います。4種類買ってきました。まず白菜、そしておでんじゃない、ホクホクおでんに使えるこれ何大根おでんって書いてあるでしょ、はい、そして玉ねぎ、ブロッコリー、はい、この4種類を巻いていこうと思います。この間土作りをしていい感じに土がなったんじゃないかなと思うんで、今回は、種から植えてやっていきましょう。レッツチャレンジ、じゃあ、ブロッコリー植えていきます。はい、ここ穴を掘ってここに種ちゃんを入れていきましょう。オレンジ色ある、ブロッコリーの種です。はい、じゃあ僕も、そして土をかぶせてあげてください。ちょうだい、ちょっとついここ、ついここ上に、うん、いいよ、あ、やった、まだはい、なんとかブロッコリーは植えました。続いて白菜植えていきます。うん、じゃあってして、はい、オッケー、白菜。さあ続いて大根いきましょう。手を出してください。タネちゃん、大根のタネちゃんちょっと見せてあげて、かわいいで、中入れてあげて、じゃーん、そしてかけてぐぐぐぐっと、で大根は後でたっぷり水をかけてあげてくださいってことなんで、大根は水をあげましょう。玉ねぎ、玉ねぎほぼ毎日食べます。玉ねぎいきましょう。玉ねぎの種はこんな感じ、黒いごまみたいな、パーして見せてあげて、
これで4つの種をまきました。いや楽しみですね。種からやったんで芽が出るやつもあれば出てこないやつもあるでしょうけど、それはまた楽しみですね。じゃあ最後にもう一回だけ水まいて、仕上げていきましょう。巻いてあげてよ、全体に。みんなにお水をあげてください。はい、ということで今回は4種類、種をまいていきました。ブロッコリー、白菜で、大根で、玉ねぎ、そう、玉ねぎ4つ植えていきました。前回は苗から植えたんですけど、今回は種から挑戦ってことで芽が出てくるのが楽しみ。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。